お正月のお花を買おうと思って花屋さんに行ったら水仙の花があったんですよ。で、浪江の私の庭にも咲いてた。ああ忘れてたなと思って、でそれから考えたら水仙も咲くし、今だったらロウバイも咲くし、これから福寿草もあるしって思って、ああ誰も見なくてもちゃんと花はやっぱり咲いてんだろうなって思いました。でそれを思うと、その辺のことがこう浮かんでくるじゃないですか。それはすごく懐かしいですね。だからといって帰れるかっつったら、多分帰れないふるさとですね。この辺はそう思います。でもみんなにその話で「水仙なんか咲いてるとね」ねって言うと「あいっぱいあったとな」って、この間来たおばちゃんたちも「もう自分でどこに庭のどの辺に花が咲いてるかなんて分かるじゃないですか。だからそういうのは懐かしいですね。でも今ネズミがすごいっていう話を聞くとがっかりですよね。私これ片付けてこの家に住めるかなって思いましたね。多分住まないだろうなって。で、この最近聞いたんですけど、川がすごい綺麗なんですって。人間が住まないとこんなに綺麗になるのかなってぐらい川が綺麗だっつってました。福島の人っておとなしいって言われるじゃないですか。ね、関西だったら暴動起きてるぞみたいなことは言われますけど、決しておとなしいんじゃないですよね。我慢してるわけでもないんだと思うんです。で、ただ自分たちの生活を自分たちで何とかしていかなきゃいけないなっていう思いだけはみんなあって、本当にギリギリダメだっていうところに来たらみんな爆発するかもしれないですよね。でもとりあえず今のところはバカにされてるんだなって思いながらもやってるんですよね。ただ本当にどん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 忘れられていくので、それは私たちがこうどんな知ってる人でもいいから、何でもいいから発信していかないといけないことですよね。本当に一番の希望はあれで浪江町が見れたらいいんです。今の我が家のところとか、そのちょっとしたサンプラザの脇の路地とか、なんか何でもいいんですけど、浪江駅から浪江2階段の道路とか、そういう風景が見えたら皆さん喜ぶんじゃないかなと思いますね。せっかくですから動画を流してもらいたいですね。